大谷翔平が、月へ一発。特大133メートルかち上げ弾に実況席絶叫、完璧に粉砕。エンゼルスの大谷翔平投手は30日、日本時間31日、敵地ホワイトソックス戦に、3番指名打者、で先発出場。4回の第2打席で5試合ぶりとなる13号ソロを放った。中堅スタンドに飛び込んだ打球は飛距離435フィート、約 132.6 メートル、を計測。実況席も、球を完璧に粉砕した、と大興奮だ。好相性のウアンジオリトから、高めのボールをかき上げた。インパクトの瞬間に敵地は騒然。打球速度 110.2 マイル、約 177.3 キロ。角度は30度のムーンショットだった。地元放送局、バリースポーツ、ウエストの放送席も5試合ぶりの一発に絶叫。実況のウェイン・ランダット氏は、翔平がここシカゴで月へ一発、ショータイムだ、と興奮の様子で、球を完璧に粉砕した、と続けた。解説のマーク・グビザ氏は、バランスが完璧。ボールを体の前で捉える、とよく言いますが、まさにその通り。あの一発は私を月に連れてってという感じですね、と分析した。はぁ、わらわら。ハイボールヒッターやん。第1打席も悪くなかったしな、いいきっかけになってほしい。13号勝ち越しホームランきたー。勝利の1打席目見た時点で今日は打つと確信したわ。大谷グリップへを下げて良くなったな。裏にさらっと逆転される暗黒天使たち。5月6本か、いいペース。